はい、どうもことです。今回なんですけども、天の弱の奏法解説やっていきます。チューニングはレギュラーチューニングで、BPM がかなり速いんで、最初ゆっくりテンポ落として練習することをお勧めします。よかったらこの曲のカバー動画もあるんで、概要欄貼っとくんで、一回それ見てから戻ってきてくれると、わかりやすいと思います。結構ね、過去にいろんな曲やってきたんですけど、多分、一番難しいんじゃないかなってぐらい難易度高い曲なんで、まあでもフレーズ的にはかなりかっこいいんで、ぜひチャレンジしてみてください。動画内ゆっくり解説していくんで、ぜひ最後までよろしくお願いします。じゃあ早速やっていきます。はい、じゃあ初めイントロからやっていきます。結構難しいんで、分解しながらゆっくり解説していきます。はい、ここなんですけども、最初が B の音、人差し指で押さえながら右手でブリッジミュートしてます。このブリッジを押さえて倍音消して弾いてます。で、オクターブ上の音とこの3弦の2フレット、これ人差し指のお腹で押さえてます。こんな感じですね。で、そのまま中指で G の音を押さえてます。で、次5弦の開放、でここは4弦の開放と久しぶりで、3弦2フレットを押さえながら、ここの2弦だけ鳴らします。で、親指で下の弦ミュートして、で、久しぶりのお腹で上の2弦ミュートします。で、このまま5弦の4フレット薬指で押さえてます。はい、こんな感じです。はい、で、その続きなんですけど、途中まで一緒ですね。で、ここが一番難しいんですけど、まあ手癖にすればいけるんですけど、結構ね、まあ難しいと思います。ゆっくりやると1弦の5フレットを押さえて、で、一発だけ弾きます。で、ハンマリングオン、プリングプリングですね。で、最後開放です。これを順番に加工していってます。これ5弦までいってます。まあ、フレーズの構成自体は結構シンプルなんで、もうひたすら反復練習して、まあ、手癖にするしかないですね。はい、多分ね、ここができたら、まあ、あとはいけると思うんですけど、一緒なんで。で、イントロのオールインに入る前のフレーズですね。こんな感じです。で、 A から入って、はい、初めの A はパワーコードプラスオクターブの形で弾いて、で、ここから4弦3弦だけの形ですね。こんな感じです。で、次そのままオールインのイントロパートいきます。基本的にこれの繰り返しですね。で、2周目は、で、上に上がるだけです。ここなんですけど、最初が、B の音、 B のパワーコードで入って、で、次からずっとオクターブ奏法です。ゆっくりやると、この4弦のオクターブが3フレット差の小指で押さえる形になるんで、ちょっと難しいです。こういう形で弾いてます。ちょっと見えやすくやると、こうですね。で、最後3弦ルートの時もこの形です。
はい、じゃあ A メロいきます。まあ、こんな感じですね、雰囲気。スライドから入る、4弦9フレットのオクターブ奏法ですね。さっきのこの形です。これが続いて、で、ここでハーモニクスですね。7フレット上の、これフレット下まで押さえるんじゃなくて、軽く触れます。弾いた瞬間に、離す感じですね。で、ポーンって倍音だけ鳴るんで、これを4弦、2弦、3弦でやってます。で、またこれが入って、こうですね。5弦9フレットスタートの、全部ブリッジミュートで弾いてます。で、ちょっとスイングっぽいリズムになって、で、サビに向かうフレーズですね。こんな感じです。スライドで5弦の10フレット、ここスタートです。スライド、スライド、最後が3弦の14フレットですね。基本的にスライドでつないでいく形で弾いてます。はい、で、サビがイントロのオールインの、セクションとほぼ一緒なんで、まあ、ちょっと若干違うんですけど、まあ、こんな感じで入ったりとか、まあ、使う場所ほとんど一緒なんで、まあ多分いけると思います。はい、じゃあ今回こんな感じで終わります。まあ結構ね、普通の速度でやるとかなり難しいんで、まあしっかりテンポ落としてから、弾けるようになってから徐々にテンポ上げていくっていう練習方法がいいと思います。はい、じゃあ今回こんな感じで終わります。よかったら概要欄にクリエイター向けのブログとかもあるんで、最後覗いていってみてください。ぜひ最後にチャンネル登録よろしくお願いします。ではまた。